アルゴモントさんとお話をしている時「いやお念仏の見教えに出会えて阿弥陀様のお浄土に仏様として生まれさせていただく。 ああ、浄土真宗の教えってありがたいですよね、とお話を申し上げましたらね、その方は、いや、私はね、信じてへんねや。えどうしてですか私はね、唯物論者なんですよ、とこうおっしゃるわけですよ。じゃあ死ぬと思われてるんですかああ、そう。 人間は死ぬんだ。えでも阿弥陀様は生まれさせますよとおっしゃってくださってますよ。いやいや、私はね、死ぬとしかやっぱり思えんのです。じゃあ死ぬってどういうことですかいつ死になるんですか息が絶えた時ですかいやいや、私はね、 私のことを覚えてくれている人がいなくなった時に本当の死やと思うんだとこうおっしゃられるんですよ。その方には二人の子供さんと五人のお孫さんがおられるんです。皆健康で元気です。もしね、 逆縁があって子供さんがお亡くなりになったお孫さんがお亡くなりになったという事実があったとしてもいやいや私は唯物論ですからね死んで覚えてくれている人がいなくなったら死やと思いますよと言うていけるんでしょうかね平穏無事皆健康の時は それでいいのかもわかりませんけれどもね。もし逆のご縁に出会っていった時にでも、いや、この子供を、孫をもう覚えてくれている人がいなくなったら、その子は死んだんだ。と言うていけるんでしょうか。それではね、あまりに虚しいじゃないですか。ましてや、子供さんがおられん方はどうですか。横のつながり。 友人関係世間のつながりそして盾の関係ございますけれども子供さんがおられんその方であればもう覚えてくれてる方はあっという間におられんな,りなるよなりますね、うん。2500年前にインドにお釈迦様がお出ましくださって仏教をお説きくださいました。 人生はくなりとお説きくださいました。生まれてくる苦しみ、年老いていく苦しみ、病を患っていく苦しみ、そして死という苦しみがありますよ。ところが、お釈迦様はその生老病死、その事実が苦しみなんですよとはおっしゃっておられません。 その生老病死は生まれてきたものの命の道理ですからね。性あるものは必ず死に帰す。これは道理です。お釈迦様はそのことを苦しみとおっしゃっておられるのではないのですね。ある先生が教えてくださいました。その一つ一つを不幸せに置き換えて、 考えていくことが苦しみなんだ。生まれていくことが不幸せ。そして年老いていくことが不幸せ。病をいただいていくご縁が不幸せ。そして死ぬというご縁が不幸せにしか思えないような命のありようを人生は苦とお示しくださったんです。 その生老病死を幸せなことといただいていきなさいよ。ほう、おとぎくださったのが、お釈迦様です。生まれてきたことが幸せなこと。年老いていくことが幸せなこと。そして病をいただいていくご縁は、また、辛い現実ではあるけれども、幸せなことといただいてください。 そして死ぬという事実も幸せなことといただいてください。なぜならば、死は死ではないんだよ。あなたを死なせませんよ。あなたを王女、生まれさせますよというのが仏教ですからね。親鸞聖人様は、こちらの阿弥陀様が、 あなたを必ずお浄土に仏様として生まれさせますよ。あなた一人の命に願いをかけていますよ。どうぞ私のこの願いをそのまま聞いてください。そしてこの私の名をたったとこへでもいいので呼んでください。何万ダウス何万ダウス。この我が願いを引き受ける者を 必ずお浄土に仏として生まれさせますよと願いを起こしてくださったのがこちらの名無阿弥陀仏の仏様でございます。ともどもに願いをいただきながらお念仏の日暮らしを送らせていただきましょう。